Saika Magoichi, kare ni kireru ze. Yatte misei Magoichi.砦と大崎砦は落とされてはなりません。豊臣の連携を妨げる存在です。逆に砦を成敗し、豊臣の物量の前に潔く屈するがいい。 やはり南北から包囲なさるご様子。しかも北は寄せ集めの大名が翻弄しやすいのは北天に。黒幅切り偽の情報を流してください。エンレー、木村軍壊滅の危機、至急救援されたし。
負けるために九州からご遠征とはご愁傷様でございます。見ておれ女神、その言葉飲み込むだよ。立花は敵の殲滅に向かう。続け。なぜ来た奴が勝手に動く。放置していれば敵は何もできぬも。承知じゃ。おう、伊達が戦場中央を抑えている。故にこちらの指示が届かぬ流れだな。仕方ないにゃ。あっしら忍びの出番ですね。蹴散らしてくれる。北と南で連携されては困ります。忍びの肩には消えないとなかなくと。これにて北の一角は崩れました。敵の勢いも弱まることでございましょう。開門。なんすか、邪魔するな。消しちゃいますよ。さて仕事だ。上出来でございます。さて黒羽巻軍、北の敵陣へ偽情報。三成様より伝令。即刻中央東砦で攻め込むべし。よっしゃー、待ちに待った進軍命令ね。開門。リフナ、北との連携を取るのが先決だ。連携を阻んでいるのは火災砦と大崎砦。よし、すぐに兵を派遣しよう。雪村、砦のダッシュを頼む。三つ成お任せあれ。我が武勇、今こそ示す時。後に何が残るか。見てな。見てな。義の同志雪村に負けては俺のな。私がもう一方の砦を落とそう。流れは変えさせる。開門。重要性にお気づきくれ。それでも人間の優秀な人材を出し激しくいくぜ。こうなれば砦を守りきるまでよ。ご安心、正宗様。次の策も当然ご用意してございます。最下衆出番だ。小十郎、絶対に彼女たちを出したい。激しくいくぜ。奇襲だと緩むな。攻撃態勢を取れ。両砦を守ることができましたね。決断してくれ。見てな。見てな。葛西様、大崎様の守る砦は伊達の生命線。お二人は何としてもお守りくださいませ。西松の力、ここに見せる。いつまで最下衆に好き勝手やらせている。
俺が直々に倒してやる。開門。今は豊臣の総大将を狙う時、増援は捨ておくべきでございます。分かっておる。全軍三つ谷に突撃せい。あ、敵だ。木村を助けるついでに倒してやる。さすがでございます、マサムネさん。そのまま新しい時代まで尊重へ、マサムネ。天下の軍が一騎の時を鎮圧できるのか。バカめ、これが格の違いよ。もういい。三つ谷は期待せぬ。わしは自力で盾と戦ってみせる。敗北。お役ごめんよ。キャッツを撃ち、豊臣をさらに動揺させよう。ようやった小次郎。さて、大事なのはこの後じゃ。さすがは政宗様ですが、ご安心。この小十郎に策がございますゆえ。